皆さんこんにちは、ようこそいらっしゃいました。17歳の時に、漫画を描き始めて、それからずっと今、81にそろそろなりますから、ずいぶん長いこと漫画を描いてます。少女漫画、女の子が楽しむ漫画を描いてましたけども、うちに少年漫画を描くようになって、スポーツ漫画を描くと、その人がその主人公なり、その家族たちがどん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 成長していく様をうまく表現できるんで、私は書いてて楽しいし、自分も励まされながら書いていることがよくあります。